自由を求め火の国からここさすらゆうやと大将まっちゃんぱつき姉ちゃんも商店レシピを考案 We are Samurai Bros。 では早速今日も作っていきましょう。本日のメニューは何でしょうか。本日のメニューはチキンナンバー、チキチキバンバン、チキバンバンですね。チキチキバンバン、チキチキバンバンでございますね。はい、チキンナンバンバンです。はい、アンアン、私たちはチキチキバンバン大好きだよね。でもチキンナンバンだからね。チキン、その後なんかチキンバーなのか、なんかね、ややこしいことになってる。ややこしい、チキンナンバンでございます。失礼しました。はい、チキンナンバンも日本人好きだよね。まあ好きだね。でもね、うん、これは外人も好きだと思う。ああそう。本当あの僕らのさ、うん、近くにあるリューマのさ知り合いの人がやってる日本食レストランでもさ、はいはいはい、チキンナンバー本当にベストセラーだったし、確かにそう。一番手、うん、マンハッタンにある、まあ、定食屋さんもね、チキンナンバーも外人大人気です。ああそう。うん。うわあ、でもこれもバズっちゃうこれ。バズっちゃう。バズって頼む。これこそ、まあ、まさにパツキン姉ちゃん商店レシピじゃないですか。間違いないです。ほんまにこれで挑戦させてでございます。はい。いや本当ね。でこれも今回まあやっぱりね僕たちもアダルトなんで、うんうん、アダルトなチキンナンバーも、うん、セクシーでアダルトなチキンナンバーを作ってきたいなと。どういうことだろうそれ。いやこれは人のね捉え方によるんで、別にそれがね、うん、あそれ全然セクシーじゃないんじゃんって言われてもそれしょうがないです。僕はセクシーだと思ってるんで。なるほどね、はい、楽しみですね、はい、ちょっとこれもスパイシーなチキンナンバーを今日作っていきたいと思いますので、はい、皆さんレシピ覚えていってください。それでは早速出陣してまいりましょう。いきますか。チキンナンバーの陣、いざ参る。サムライブロス。サムライブロス。はい、できました。お疲れ様です。チキン何番でございます。たらーん。いやいやいや。もう見るからに美味しいのが分かりますね。はい、もううまいんですよ。もう見ただけでうまいんです。はい、早速いただきましょう。はい、どうぞどうぞ。はい、さんご一緒に。いただきます。いただきます。お、いただきます。わー。このね、レタスちゃんとご一緒にいただきたいと思います。はい、ちなみにこちらはジャマイカのビールでございます。いただきます。うん、
はい、うまい。うん、やっぱさ、このハラペーニョの辛さマジでやみつきになるよね。うん、最強。このハラペーニョのピクルスマジ最強です。うまっ。うん、うまっ。うん、うまっ。そして、うん、今回も鶏肉、うん、水につけてたんですけども、やっぱ柔らかいよね。ふわふわ柔らかい。うん、揚げた後に絡めたんだ、これ。うん、ね、あの甘辛ソースで、はいはいはい、絡めて、うまい。もうソースをまず作って、でもうチキンも絡めて、うん、基本的にこの時間はこれもかかんないです。うん、うん、でパリパリ、外は中ふわ外パリ、はい、で卵もね、あの今日時短で普通ゆで卵を作るじゃん。うん、確かに。だけどどっちにするかこれさ、もう刻んじゃうから、うんうんうん、形どうでもいいと思って、うんうん、割って、違う割って電子レンジ、そしたらもう1分ですよ。ほんと1分でこのままゆで卵ってかさ、うん、秒で食っちゃったよ、ほんと止まんないね、ほんとに止まんない。いやちょっとね、いつかコロナが落ち着いて日本にね、同時に帰るとかあったら、サムライブロスちょっと屋台みたいなの出して、こういうメニューをさね、なんか夏祭りとかで出してやりたいよね。もうこっちじゃもうやりますか、僕はね。俺あれやりますよ、これ持ってくる人とか、はいはいはい、サーバーをね、サーバー、はい、この学校で、はいはい、いやそれでも本当にね、このアメリカでも視聴者さんが増えて、うんうん、ね、あ見てる見てるってなったりさ、それを実際にさ外で食べれるって言ったらめちゃくちゃ食べたいです。俺だったらめちゃくちゃ行きたいんです、そんなね、うん、あこれやりましょうよ、ね、やりたいね、うん、なんかさ一回プレートして、うん、毎年夏バーベキューパーティーやってるじゃん、はい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 、それをもう完全にもうメニュー作ってお金を請求してさ、はいはいはい、これはいくらだよこれはいくらだよってやるのももういわゆる農業大会じゃなくて、その夏祭りみたいなものをそうそうそう、バッピアードでやって自分たちで開催して、はいはい、ほんでもうメニューこうね、うん、作ってそうこういうチキン南蛮とか、うん、でみんなの反応見ながらね、あいいじゃんそれね、ちょっと楽しみ増えました、はい、今日も美味しくいただきました、ごちそうさまでした。Stories. Just make sure that you subscribe to our channel. All you need is to subscribe. And please give me a thumbs up.